る。丸みは出たね。はい、丸みが出ちゃう。いやすごい綺麗っす。切開する前に戻ったら綺麗に。ほんま切開手術っすねこれは、うん、もっとひどかったら裏を切って、はいはい、ちょっと溶接し合わせてる。あのガバッと来てまうみたいな。それちょっとないんだけど、多分ひどかったらこれいけるんちゃうかな。ダメージは最小限に抑えたって感じですね、うん、そうそう。もうこれはもう溶接しかないんですよ。交換するよりはね全然いいと思います。ここ無事ですから。あ
これまだチップ買えないな、チップ買えてる。チップ先がちょっとね、もう消耗品が。もう分かんない。もうちょい頑張って。結構前から言ってますもんね、もう買えなくて。忘れてたわ。おー、頑張ってくれ。機嫌屋さんやな。最後の最後でね。そうですね、もうこれできっかり、うん、穴開けたところしっかり溶接で埋めて、あとは削って表面きれいにして、あ、はい、あ、はい、うん、OK、わずか2時間ぐらいかな、ね、もう こんだけ形になってれば、あとはすぐですね。この修理の手法でなんか気をつけなあかんこととか、まあ、これを見てちょっとやってみようという人にアドバイスがあれば。まあどうしても溶接してもらったら錆は仕方ないんだけど、うん、この防水ワックスってやつ、ここからまた入れてやるといいんです。ああ、裏側に、うん、はい、あとはだね、ラインだけはきっちり出して、あとはパッといけるところはパッと、面、うん、はパッといったらいいんで、うん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 、あれですね、僕見てて、どうせ開けるんやったらちゃんと工具入るようにした方がいいですよね、やっぱり。そうそう、自分で持ってる工具と相談して、うん、で、まあ、もしこれでいけるんやったら最低限度これでいけるという判断で僕はしたんで、うん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 、どうしようないんやったらもうガバッと上げて、うん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 、パテマンのハンマーでやった方が綺麗じゃないですか。そうですね、そういうことですね、了解です。いや、これはすごいわ、これは価値ある修理方法だと思いますね。まあまあ見せるためのことやってるんで、うんうんうん、うちのこれが石灰板でいいということで。なるほど、はい、了解です、ありがとうございました、はい、はい。
ーチャンネル。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、終わりましたね。終わりましたね。めちゃくちゃ綺麗に治ってます。どうでした、撮影して。なんか特殊な、いやーすごいですね。さまざまな工具が出てきて、はい、うん、あと石灰板金、はい、まあめったにやんないんだけど、はい、まあ、今回はここのインナーの部分が、まあ、結構へしゃげてたんで、はい、この裏側をちょっと切開して、はい、板金工具が入るようにして、でちゃんとそこも元に戻して、まあ、見てもらったら分かるけど、まあ、ちょっと今小切れになっちゃってるけど、うん、ちゃんと最後チッピング拭いて、まあ、汚れれば同じようになっていくっていう感じですね。まあ、怪我した時の手術の後みたいな、はい、まあ、そのうち治癒しますっていうイメージですね。はい、さすが、まあ、これが車の外科医ですね。うん、塗装も完璧です。はい、裏で出やすそうな色やのにね。そうですね、はい、バッチリ綺麗に治ってます。はい、はい、今回 YouTube 見て来てくれたお客さんね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで手術させていただきました。はい、はい、これからも大事に乗っていってあげてください。はい、もしまた何かあれば、部長の口からどうぞ。いつもの車のお修理、板金のお修理はぜひ BSC へよろしくお願いいたします。そうですね、何かあればよろしくお願いします。はい、合ってる。はい、合ってますで、株式会社 BIC は大阪府豊中市半和 3-7-7 っていうところで板金塗装をメインとして軸の修理とか、あと車検とか販売下取りとかもやってます。はい車関係のお困りごとはぜひ BIC へ連絡ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、締めてください。いってらっしゃい。板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。